私たちを愛して十字架にかかり、3日目に甦えられた首に期待しながらごとに行きたいと思います。えー、っと、アクリル板があるので、まっすぐを取らせておきますが、先ほどお話ししましたように、今日はクリスマスサンデーなんですけれども、私の教会ではいわゆるクリスマスのお祝いはしません、クリスマスの時も、エスさんのことを伝えますけれども、その、なぜかということですね、それを見ていただきたいと思います。それじゃお願いします。 皆さんこんにちは今回はクリスマスについてです毎年12月24日はクリスマスイブ25日はクリスマスで一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思いますしかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありませんそれはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見ると分かります2章8節を見ると羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに 主のの使いが来てキリストの誕生を伝えたとありますここからこの出来事が起こったのは12月ではないことが分かりますベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく雨季に入っていることもあり羊を放牧できるような時期ではなくこの時期に羊飼いたちが野に出ている習慣はないからですそれではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた「不滅の太陽の誕生日」という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられますこの祭りは当時の時期に行われていました当時は太陽が昇っている時間が1年で最も短くそこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのですキリスト教がローマ帝国の国境になった時に 異教の習慣に妥協してこれを取り入れキリストの誕生を祝う日になったと考えられますまたローマ帝国で収穫祭として祝われていた農耕神の祭典がそのままクリスマスとして置き換えられたという説もありますこの祭りでは人々は歓喜し子供にプレゼントを贈り楽しい催し物を行っていましたこの慣習がクリスマスのお祝いの中に残っているとも考えられます さらにこの日はローマ帝国以前のバビロンなどの古代宗教に共通する赤子を抱いた母親に象徴される偶像を祝う日でもあり単に当時ということを超えた意味合いがあるという説もありますいずれにせよ12月25日はもともと異教の偶像を祝う祭りの日でありキリストの誕生日ではないのです聖書にはイエス・キリストが誕生した正確な日付は記されておらず イエス・キリストの誕生日を祝うようにとも書かれていませんもしも誕生日が重要なら聖書に書かれているはずですし実際に初代教会でも祝われていませんでしたまたクリスマスではことさらに幼子イエスが強調されていて聖書的ではないように思われますもちろんイエスキリストの誕生を私たちは喜びますが一番重要なことは「 誕生日を祝うことではなく神の一り子であるイエス・キリストが救い主としてこの地上に来られ私たちの罪の身代わりとなり十字架にかかって死んでくださり3日目によみがえられ贖いを完成されたことですそして私たちは救い主イエス・キリストを信じ罪を悔い改めれば完全に許され義とされ永遠の命が与えられるのですそれではまた。 はいいありがとうございます、えー、私たちの教会はもともとクリスマスをお祝いしていました、私が東京にいた38年に来ましたから、もう34年ぐらいなんですかね、ぐらい前までは祝ってたんですけれども、あ,のある時アメリカに行って、えーと、ロバートさんとイリエさんという、まあ、首都団のグループに関わったんですけれども、そのグループがです、ね、クリスマスを祝ってなかったんですね。でまあ、帰ると変わったので まあ,あなた方はあの調べてごらんなさいと言ってそれで言われたんですけどもまあ帰ってきたとき私はクリスマスの雰囲気が好きだったので秋元牧師もで私も実はクリスマス宣礼ですね明日です、私12月20日今日は妻のクリスマス宣礼ですね12月19日いらっしゃる方いるんじゃないですかねクリスマス宣を受けた方はだからやはりあの特別な思いがあったんですがだから我々はまあやろうかと思ってたんですけども神様祈ったんですね神様どうしたらいいでしょうか教えてくださいって真剣に祈ったそして まあでも神様は特別何も言ってこない限りをやろうと思ったんですけどそしたら全くそのことを知らない当時アメリカにいました弓の牧瀬国際当時弓の兄弟はまだクリスチャンじゃなかったんですけど奥様からそのえっとあるものを送ってきてコピーがですねそれはクリスマスの考察という日本語になる本の,えあの外国人が書いたかったんですけど日本語になる本の本になる前のコピーが送ってきた千ゲラがねそれが実は今書いてあるたようなことだったんですね。 神様に神経に乗ってどうしたらいいですかって聞いたらそれを送ってきた全くそんなことを知らない人がねわざわざこのタイミングで来たっていうことはやっぱりどう考えてもそういうの聖書的に考えたら、まあ、あのあのイエス様が人になったことは素晴らしい大事な真理です受肉と言いますね,ねあのイエス様が神である方が人となってくださったことは素晴らしい真理だけどクリスマスというのをお祝いするというのはどうも聖書的ではないむしろ逆に異なる霊が働いているというのをねすごく強く感じるんですね。 まあ、その人は長くなるか、それ以上言いませんけど、それでまあ私たちはクリスマスのお祝いはしなくなりました。ただ、クリスマスの時期にもコンサートはしますし、伝道はしますし、イエス様ことを伝えますし、ね、それはありますけれども、いわゆるクリスマスのお祝いというのはです、ね、しなくなったということですね。それをどうぞ、ね、知っててほしいというふうに思います。はい、あのエホバの証人もなんか、ね、しないらしいんですよね。それでなんか誤解されることだけど、全くエホバの証人とは関係ありません。別 <laughs> そうじゃなくて聖書から それはあのお祝いするのは妥当でないと思っているということですね、はい。それじゃあですね、えっと、もう一つ今度は殉教正解の私はホスト教会なんですけれども、えっと、新しい江戸を作りたいんですが、まだできていないので、昨年の殉教正解の紹介江戸、今年のほうは作っていないんですけど、昨年の紹介江戸、だから一昨年のはできますけどね、ちょっとそれを見ていただきたいと思います。あなたは喜んで 許して死んでいくことができますか。千五百九十七年二月五日、日本で初めての殉教がありました。今から四百年以上も前のことです。時の権力者太古秀吉によって、二十四人のキリスタンたちが大阪京都で捕らえられ。 一月以上かけて長崎まで連れてこられ西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです彼らは日本二十六星人と呼ばれています彼らは喜んでいましたなぜ喜んでいることができたのでしょうか 彼ららは知っていたからです死は終わりではないことを死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界天国があることを最後この西高のおで殉教する時に他の人も一人一人ストーリーがありますがどの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の頃なんだ。 これが私の神様の契約だったんだということを確信をもって受け取っていただ,だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんです、ね、でこの26世紀を通して何が表されたのかというとですね26世紀人が最後まで信仰を保ってそして素晴らしい信仰の証しをしたんじゃなくて神様が26世紀に特別な恵みを与えてくださり神様を知らせそして強めそして勝利を与えてくださった神の栄光が表されます 誰を通して表されるんでしょうか私たちです誰を通して表されるんでしょうか強い人ではないのですこれは弱いものなのです殉教者たちの物語はまだ終わってはいません殉教者たちの血の報いである魂の大収穫リバイバルがこの国を訪れるその時彼らの物語は 完結します私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち彼らからそのバトンをして しっかり受け継いでこの終わりの時代を私たちは走り抜くのです彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて私たちは最終ランナーとして走るのです 主イエスと共によみがえった上にある今年は土曜日ですので、えっと、午後1時からお昼だけの集会になりますけれども、ぜひお,おいでください。でえっとまあ、これ、今年のを作りたいんですね、えっと一昨年去年とあこあ、西暦でも今年ですけどね、去年、今年と、そしてまあ来年やるわけですけれども、開かれてきたことがあるんですね。 で何かというと特に今年言われていましたけれどもあの天国を確信していたんじゃないって彼らにとって天国は現実だった、まあ、例えば私この前イスラエル行ってきましたけれどもイスラエルは会ってそこに行ってきたわけですねまた帰ってきたわけですね途中で羽田に行って大阪に行って帰ってきたんですけれどもあの行ってきたんですね同じように、えっと、彼らはこの地上の人生を終えて天国に行ったんですね死んだんじゃなくてそこに行って今も生きてるんですね この体は口であの、ね、日本の場合は仮装されますけどしかし霊は生きてるしもっと素晴らしい復活の体をいただいてやがて帰ってくる一緒にそこに私たちはいるわけですよねであのだから何て言うかなそこに今生きてるんですよねですこれは現実なんですね確信するなんてなくて現実なんですね信じようと信じまいと現実なんですねでそのことを26センチはもう本当に現実として知って 受け取っていたというか知ってていいたたとか知だから全然悲しみじゃなくて本当に喜びがあったんですね彼らには。でなんか今ね純子さんがあのすごい厳粛に厳か,か,かに読んでおられましたしそれでいいと思うんですけどなんか今度作る時はねもっと喜びにした紹介映像本当に喜びにした紹介映像あの私が西高に行く前にかなり覚悟を決めて初めて行った時悲壮感を持って行ったんですけど。 勉強してました。って言ったら全然違ったんですよね。そこにあったのはものすごい明るい喜びと。希望だったで。でも今は希望を超えて現実なんですよね。そのことをね、だからもう一遍シナリオを書き直して。もう一遍本当に明るい、あの。ね、あのうちの奥さんはあの。厳粛な声もできるけど、明るい声があってますので。明るい声でね。読んでもらって。あ、本で作りたいと思ってるんです。だからね。ぜひ皆さん、あの。 神様が望まれる紹介度ができるようにね、ぜひ祈ってほしいというふうに思います。これはあ,のあれはあれでいいんですね、開かれてきたことだからね、今ね、それを、ね、ぜひね、作りたいなと思ってますので、ぜひお祈りください。で、メッセージに行きたいんですけれども、この前、パウロを氏が来られたときに、教会館を語ってくださって、先週、教会はキリストの貸しだということを見ました。で、今日は次の、教会は、えっと、教会にキリストは満ちているということをね、短いですから、ちょっと見ていただきたいと思います。 教会はキリストの体であり一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。エペソビトへの手紙一章二十三節聖書は言います「教会はキリストの体である」そして一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところである。 つまり、イエス・キリストが、教会には満ちていると言っているのです。目には見えなくても、イエス・キリストは、教会のた中におられ、臨在を表してくださいます。それを強く感じる時もあれば、そうでない時もあるでしょう。しかし、あなたがそう感じなくても、その時も、イエス・キリストは、 教会に満ち満ちておられるのです。そしてそこにいる人々に触れてくださり語ってくださるのです。だから教会にいると主の愛を深く知り、主の癒しと奇跡に預かるのです。教会にいるだけで癒される人、解放を受ける人がいます。それは教会にキリストが満ちておられるからです。 ですからサタンは教会から私たちを引き離そうとするのです。私たちはイエス・キリストの満ちておられる教会にしっかりとどまり、キリストの体の一部となって祝福と恵みを受け続けていきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。 がおしゃれですね。はい、ありがます。えっと、教会にキリストは見している。これは聖書に書いてあることなんですね。だからすごくそれを感じて感動するときもあれば、どこに見しているんだろうかってね、きついだけじゃないかとかね、眠いだけじゃないかってときもあると思うんですね。でも自分の感覚ではなくて、聖書はキリストが見していると書いてあるんですね。だからその言葉に立って、それでもキリストはここに見しているぞって信じる人はそのキリストに触れられます。そのキリストを体験し始めます。 もう一つはその教会に居続けるとキリストが満ちているので教会に居続けるとね極端なことを言いますとまあ寝ていたとしても家で寝ているのと教会に寝てのいるとは全く違うんですねキリストが満ちているところに寝ているからだからそうすると教会にずっといたら気がついたら治ってたあ,のある時パッてなる場合もあればそうじゃないけどいつか分からないけど気がついたら治ってた特に心の病まい精神の病まいの場合はそれが多いんです私たちの教会の群れでその精神的な病まいの人があちらでもこちらでも 癒されています医学的にはも無理だという人はね一例じゃなくていくつもありますがそれは特徴は一つが教会につながり続けてるんですね教会に居続けるとその神が癒していってくださるんですねこれがね教会の恵みなんですねそれをねぜひねあの知っててほしいというふうに思いますそれでえっとですね最後にあの今日のメッセージのポイントになることを、ね、見て頂い,いて説教に入りたいと思いますお願いします頑張るる人生から信じる歩みへ 主の祝福そのものが人を富ませ、人の労苦は何もそれに加えない、信玄十章二十節。私のような昭和世代の日本人は、努力して頑張れば何とかなる。努力しないからだめなんだ。頑張れ、頑張れと言って教育されてきました。しかし聖書は言います。主の祝福そのものが人を富ませる。これは、 経済的なことだけを言っているのではなく、あらゆる面で、主の祝福が人を富ませるのだと言っています。人は自分でロークしながら、何とかして富を得て、生きていかないといけないと思っています。しかし、そうではないのです。主イエス・キリストを信じ、生ける真の神である方を信頼して歩むとき、 主イエス・キリストは愛する私たち一人一人に最善を与え、最高を用意してくださるのです。神は私たち一人一人を愛しておられます。そして一人一人の人生に素晴らしい計画を持っておられるのです。私たちがその誠の神を信じ、イエス・キリストと共に神の愛と恵みにあふれたダイナミックな計画の人生を歩むとき、 神ご自身が主の祝福によって必要を備えてくださるのです。あなたはイエス・キリストに愛されています。ありがとうございます。えー、っとですね。今日は恵みと誠っていうことを中心の話をしたいんですね。十六節にアジュであります。立法モースによって与えられ。 恵みと誠はイエス・キリストによって実現したというこの恵みということを中心にお話したいと思っていますけれどもまあ恵みっていうのはえっと受けるに値しないものが受けれるのを恵みと言います本当は受けれないのに受けれるのが恵み本当はふさわしくないのに受けてしまうのが恵みということですねこれのことですねでえっと今日はそのことを中心にお話したいんですけども一応14節から見ていきますね14節言葉は人となって私の間に住まいだこの言葉っていうのはですねギリシャ語でロゴスなんですけど 実はこれ、ヨハネの福音書本当は一節からずっとやると分かるんですが、一節に初めに言葉があったって書いてある。この初めっていうのは、全く最初。始業式の始まるっていう字もありますね。女変に抱いて字これは一回終わったことがまた始まるんだけど、この初めにっていう言葉は言語では、全く最初。一番最初の最初っていう意味です。だから、本当に初め、一番最初から言葉は存在してましたよって、ロゴスですね、ギリシャ語で。 神と共にあった。だ神と共にだから、神と一緒にいたんだけど、神とは別の存在ので。でも、ロゴス、言葉は神だったっ。なんかからなくなってきてるかもしれませけど、ロゴスがあって、神が共にあって、でロゴスも神だったってから、二つ神がある。これは父なる神と、このロゴスはキリストなんです。二つかあってったらそうじゃない。だけど一つなんです。だから人間の知性を超えてるんですね。あと、精霊が入れて三味一体というんですけどもね。で まあそのことはこことはに書いてあるんですね言葉は神であったって書いてますね言葉は神であったで、この方は初めに神と共におられた、うんぬんとついてますけど、だから、この言葉、ロゴスはキリストを意味しますね、まあ、今日はそれ以上やりません、これやったらこれだけでちょっと一言変かかりますからで、このロゴスであるキリストは人となってくださって、神なのに人となってくださって、私の間に住まわれたって書いてあるんですね、だから、人の世界に来て、ただ人になったわけじゃなくて、本当に住んで、生活を共にしてくださって、生きてくださったんですね、これってすごく大事なんです。 キリストは本当に私たちのこの肉体ね、彼は罪は関係なかったから、本来人間は罪を犯す前のこの肉、肉を持ってくださって、私と同じようにこの肉を持って、そしてこの地上で私と同じように来てくださったんですね。私、韓国に断食行ったことがあったんですね。そしたらですね、1週間ぐらいで、1週間断食10日で帰る予定だったんですが、韓国の被害者がストーをしたんですよ、ちょうど。帰れなくなっちゃったんです、ストライキをしてねそしたらですね。 しばらくよかったんですけども一つぐらいかかったのかなそれでね困ったんですけどもあのもっと困ったのはお金がなくなったそれまであの外国人向けの宿舎に泊まったんキトイんでね断じキトイんでだお金がなくなったから外国人向けの宿舎に泊まれないから韓国の人たちがあの、えっと、大正殿っていってねすごい大きなせあの街道があるんでそこでそあの集会するんですけどそこにみんなご五段みたいなのを聞いてねみんなそこに寝転がりながらねみんなそこで断食きてるんですね。 もこの際一緒にやろうって言ってそこに行ってですね私と妻は二人でですね,あのねそこで五段を上に寝ながら一緒にやってたんです。だから韓国人と間違えられてみんな韓国語でハングル語で声をかけてくるんですよ、バン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  <laughs> 慌ててわからないわからないって日本人だってイルボンニーって言うんですけどねイルボンニー、イルボンニーって言うわけです、イルボンニー、ね、イルボンニーってねはっ、イルボンニーとか言って、あ、イルボンニー、イルボンニーとかってね。 でなんでお前たちここにいるんだ?」って言うからです、ね、もう答えはないからおあの「韓国人が好きだからだ」とか言,いながら言うんですね <laughs> そしですねあのあ「お前たちはいい人たちだ」とか言って、ね、仲良くしてくれるんですけどもあの何になったかというとですねその頃韓国で流行ってた目の病気があったんですねあの私その目の病気にかかってしまったんですね <laughs> そしたらですねも、えっともとお医者さんの奥さんだけどあのもうご主人が亡くなってやもめになってから 牧師のーボークシン教会に来てそのままし残りの人生をもう神様に捧げて伝道してた人があのねお医者さんに行きなさいって連れてってくれたんですよね全部気を出してね外国人だから保険ないから全部出してくださったのでその後また別の人がですねあのうちに食べに行きなさいって連れてきてくれてまあ地が開けた後ねで家に連れて行ってねごちそしてくださったりしてねたくさん受けたんですよねだから本当になんていうかもうもう向こうの人たちの。 本当に生普通 <laughs> の,のおうに招かれて食事をしたし向こうのお医者さんにかかって見てもらったりしてすすごく良かったんですねであの私はあの宿舎に泊まった時よりあそこに行った時の方がなんかすごく祝福されたんです、ね。であの「イエス様は天国から私を見てるんじゃなくて本当に私と同じこの肉体を持って神なのにねこの体を持ったら制限されるでしょ」。ここの星のととなってて地上に来て 一瞬来ただけじゃなくて私と一緒に生活してくださったんですね。これをどうぞ覚えてくださいね。それがこ,こなんです。私たちはこの方の栄光を見た、まあ、これさらっと言いきます。父の身元から、ね、天から来られて独り言としての栄光である。で、この方は、エス様は恵みとまことに見せてられた。あとで詳しくやります。で、ヨハネというのはバブデスマのヨハネ。バブデスマのヨハネは、この方、キリストについて証言し、叫んで言います。私の後から来る方はキリストのことですね。私に勝る方である。ね えっと、バブテスマのヨハネは女から生まれたもの,の中で最も優れた人と言われたんですがその彼よりも、まあ、当たり前といえば当たり前ですけども私より先のられたつまり生まれたのは半年後なんです人となって生まれたのはでもキリストはもともと神として存在されたからもっと前からいたんですよと私が言ったのはこの方のことですと言ったんですよで私たちはみんな人間はこの方イエス様の導見し,した豊かさの中から恵みを受けたのであるとで具体的に17節というのは 立法は孟セによって与えられたけど、恵みと誠はキリストによって実現したんだということなんで、今日はここがテーマなん立法って何か、立法っていうのは広く言えば、えっと、孟セ五章です。創世記出世時記レビ記神明期、小説、レビ、ミ水記神明記この5つを言います。狭く言ったら、孟セの10回です。あの出径時の20章にある、えっと、誠の神だけを敬いなさいってね、偶像を作っちゃいけませんよ、身の濃緑に問われちゃいけませんよってね。 父母を病いなさいよ、安息地を守りなさいよってやつですね。トラミトも欲しがってはいけませんよってやつ。でね、立法の特徴はね、こうしなさいっていうのとね、こうしてはいけませんってやつなんですよ。こうしなさい、あるいはこうしなければならない、こうしてはいけません、こうしてはだめよってこ、こうなこうしなさい、こうしてはいけませんよって、これ立法の特徴なんですよ。ただし、立法を悪く言わないからさ、立法は神が与えた本来良きものなんです。でこれは人が本当に祝福されるために、この立法をきちっと守ってると、 神からの祝福みあふれるほど抜けるしこの一歩をきちんと守っていると人は幸せになれるんです誰でもところがアダムが善悪の父の実を食べて神に背いて罪を犯して以来人間は守りたいと思っても守れないしもっとひどい時は守りたいとさえ思わない <laughs> 守りたいとさえ思わないし守りたいと思っても守れないできないしようと思ってもできないしいやしたくないと思ってもしてしまうもっと悪くなるとあのしようとさえ思わない そうなっていくそれが人間なんですね。立法は本来とってもいいものなんだけど人間には立法を守っていく立法を行っていくことができないんです。これね、でそれでイエス様が人となってどうしたかって私と全く同じ人間になってイエス様は罪を犯せなかったって言われますそれと同時に立法を全部成し遂げて一つとして立法を犯さなかったす。立法のててを全うして 十だから完了した時私の罪の見返りになって罪の贖がないも完了したんだけども彼は人として立法を全て全うしたんです完全にそして十字架で人として罪を犯さなかったけど私の罪の見返りに死んでくださっただだから私たちが悔い改めて「本当にごめんなさい」って悔い改めた時許されるだけじゃなくてこの立法を完全に全うされた方を 私は信じてこの中に受けけ入れるわけでしょ皆さんの内側にはですね私の内側にもキリストがおられるこのキリストは罪を許してくれたわけじゃなくて立法を完全に全うされた方がいるんですよその方が私のうに住んでおられるから恵みって何か自分私たちには立法を守れないし守ろうと思って守れないしさっき言ったように場合によっては守り,とさ守りたいとさえ思ってないかったりするけどこの方は本当に守られる方だから神様が私たちを通してこの。 全うしさるんですキリストを信じてキリストの世をたむとこれが恵みなんです頑張って何とかして全うするんじゃなくてキリストが,全うさせがさるから恵みなんですねで私たちはそのキリストの力をいただくにふさわしいかというとふさわしくないの <laughs> 裁かれて当然なのでもキリストは許してくださったわけじゃなくてその私たちに住んで立法を全うしくださってキリストと同じように祝福を許してくださったので いつも言いますが大事なことなんですけど、義とされるというのは一度も罪を犯していないものと見られるということだけど、一度も罪を犯していないというと分かりにくいけど、もっと分かりやすく言うと、キリストと同じように見てくださるということなんです。私たちの住んでキリストを見ているように、私たちを見る神様はキリストを見るように見てくださるということなんですよねで。キリストの願いは何でも答えられると思いませんかだったら私たちが本当に神に祈るとき、答えられるんですよね。ねそうなんでですねで 恵と誠はこはの方によって実現したんですねわかりやすくするためにね実際の話をします思い出してください先週見た動画先週見た動画は、えっと、ダビデ村上さんの息子娘さんの、えっと、ルツ村上エリカさんかなエリカさんのタバコをやめた話を覚えてますかねで彼女はあのもう若い時からタバコ吸ってて二十歳ぐらいの時には一日少なくても1箱多い時は2箱って言ってましたよね。 あれ多い時見幅ぐらいしてたんですよ、ね <laughs> ね、ね。おいでやめようと思ってなかったけど、イエス様に、ね、触れられて、本当に神様を体験したからやめたいと思った。でも、ね、やめたいと思ったんだけど、だからやめようと思っ,ったけど、やめたいとまず思うようになった。ね、聖霊様を本当に言て。でも、やめたいと思ったんだけど、正直言ってましたよね、これはまずいと。神様は喜ばれない。嫌われるし、体にもよくない。立法的に考えたら、どう考えてもよくないからやめようと思った。ね、ところが、 決心したけど3日でた吸ってしまったとその時なんて自分は意志が弱いんだろうと思って落ち込んで本当に情けないと思ったってで,す、ね、でもこれすごく正直だと思いますある方は1週間持つかもしれませんある方は一月つきつかもしれませんでもね肉の力ではねマットに「いやタバコやめたいって言っても他ができなかったりする肉にはね立法を全うできないんですよで彼女は3日でで、ね、できなくなくったので か,っかりしたじゃんてでもこれはね人間の証明なんですね森村誠一だって分かんないかもしれないけど <laughs>、ねそうだね、ところがですねその後彼は彼女がしかったらそれで悔やらためて神様本当に自分はね師が弱いしできないんですって自分には立法を、まま、守りませんしできませんって悔やらためて星ですったの神様どうかやめさせてくださいって神に願って求めた。で正直言ってません、ね でも自分は大丈夫だろうかともでも本当に神に求めたらキリストがうちに住んでてそのキリストには立法をマッできるからそれからタバコが吸わなくなって1日3日1週間1月半年15年一本も吸わなくなったんですねこれでいいですかエリカさんが偉いんではありませんエリカさんは3日坊主キリストがなしたんです。 エリリカささんんのうちにキリストがなされたんですでそれを一番知ってるのはエリカさん自身ですっ言ってたでしょ本当に心から祈ると神様は人がさん神には不可能はないんだってことを体験しましたって「頑張りました」じゃないんですよ「頑張ってみましたよ」じゃない神様助け頑張ったら神様を助けて頑張れた」って言ったんじゃないんですよ自分はできなかったけど神様は人柄何でかもういらなくなったこれねダビデムの神様も同じことを言われるんですよ あの人ね面白いけどあの人ねあのよく言うんですよあの一番必要の男の子がねまだちょっとフラフラした時ね「いやーあのね諸君はねまだね本気で悔いためたいんですよね」って言うんですよね「本気で悔いみためたらねもう神様が本当に神様に使った神がやってくれるから」ってねなんか全然明るいんですよもう神様やってくれるからって恵みを知ってるんですで本当に今変わりましたよね、うん、恵みなんですでもね日本のキリストの弱いところはね 頑張れ日本なんです、頑張れクリスチャン。イエス様しいんだから、頑張りなさい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 ,なさいって、日曜日ごとに立法が教えられて、立法を何とかして頑張りましょう、神の助けをいただいて、立法をまりましょう、神の助けをいただいて、立法を頑張りましょうって言うんですけど、そうじゃないんです。私たちにはできません。認めてください。いや、そんなことはね、俺はちょっとはできるって。 いやできません神が求めているのは立法を全うすることですできません本当にできないことを認めて神様は私はできませんって認めてこの方を信頼してこの方にすがっていいですか信じるんです信じる時神の恵みが働くんですで恵みでできた人は誇らないんですやったろやないんです 明石聞いててもよくね、なんか聞きながらね、この人偉いなって証が多いんですよ。この人偉いなって、あすごいなっていう。もうそんな明所はいらないあ、ちょっと今日大礼話にはっきり言ってしまった。<laughs> すいません。あるクリスチャンは怒るかもしれないけど、もう十分だ。私クリスチャン2世で聞いてきたから。教会に来てまで頑張るって言われたら、もう教会なんか行きたくない。十分聞いてきた、昭和世代は。 今の世代はそれに対して全く違う時代になってきたいでしょ。信じるんです。うちに住んであるキリストを十字架にかかるほど私たちを愛して、立法を全うしてくださって、罪が全くなかったのに、全部の罪を引き受けて死んでくださった、彼は本当に死んだんです。私は死にません。天に行くだけです。彼は本当に死んだんです。罪を犯してないのに。読みに下ったんです。 そこまで愛しださったキリストがうちに住んでられるからそのキリストを信じるときに頑張ってではなくて恵みが私のうちに流れて、まあ、エリカさんはたばコはやめられたんだ。しけどギャンブルも、ね、あの人ギャンブル2回やって1回ダブルワークして頑張って返したのにまたやってやめ金まで手を入れても玉まで手を入れてそこまで行ってほいで神の手に入れてやめちゃった今度は恵みなんですよ 分かりやすいで,す、ね、でもね、そういうふうにね、こう明らかに分かるのとね、目には見えないけど、実は内側の問題もあるんですよ。これあの、何度も話しました、うちの奥さん、今日実はうちの奥さんの戦略記念日だからね,ね、あの頃彼女も若かった、<laughs> ね <laughs> ね何かね、戦略記念日ですけれども、大学生のね、えっと、ね1年生のときだそうです、ね。何かというと、まだクリスチャン、教会行き始めたけど、まだ本当の意味で、まだ受け入れてなかったとき、ね、求めてたとき。ね 彼女は、えっと、渋谷の大学に行ってて池袋に寮があって真ん中に新宿駅ごめんなさい東京の話で,で渋谷の大学でキャンパスで女友達に裏切られた内容は今日明かしませんもうちょっとショックだった誰に話しても絶対彼女の方が悪いって言われるぐらい彼女の方が悪い裏切りを受けたほい、ね、でもう気持ち悪くなって池袋まで帰れなくて途中の新宿駅でホームを降りた。 今、ね、ホームに、ね、ベンチってないんで、都会ではね、でもベンチに座り込んで2時間、気持ち悪くて2時間をめいた、ここら辺で声が聞こえる、聖書の聞いてる言葉が、さばいてはいけません、さばいてはいけません、さばいてはいけません、って声は聞こえるんだけど、さばいてはいけませんって声が聞けるけど、もう,こう気持ち悪くて、その人を許せなくて、憎しみとかやりきれなさが来て、止まらなくなった、ね、さばいてはいけません、声が聞こえるんですよ、でもさばかないわけにいかない、でも、あ土曜日だったって気が付いて、とにかく教会に行こう、教会に行ったらなんとかなる。 なんとかなるっていうのはねあの人この人っているわけですよ教会行ったらその、ね、あの話聞いてくれる人があの人に話してあの人に話して聞いてもらおうと思ったそうですそれでなんとか夜に帰って次の日曜日行って一番面白いになって何度も言ってますようにこんなことはないんですよでその時彼女が思ったのは誰もしかるなと思ったんですね近、まあ、ったら私のこの憎しみとね乗りが乗り移ると思ったんですってそれぐらい彼女は許せなかったんですよ そしていつも唱えてる主の祈りね、まね唱えてるってまずいですけどその時まで言ってます唱えてるようだったってよく分からないでテニマス,マスワのそれの事情ってねその日は心もそこから祈ったんですよ悪よりお救いくださいって,ってこのラス救ってくださいってこのラス救ってくださいってもう心境にったんですってその時は本当に心から叫んだ神に叫んだキリストに求めた自分ではできないでねそしてもう下向いてずっとね早く礼貼ーの待ってたんですって 終わっったららあの人に聞いててもらおうと思説教終わった後にね説説教者説教者がしたけどもうねもう,もう聞けないじーっと下向いてね早く説教終わってあの人に聞いてもらおうと思ってたら説教者がいきなりね説教の内容から話が飛んだんですこれチェスシの言葉ですねあなたは今裏切られた悲しみに傷んでるでしょうって言ったいきなりびっくりしたまさに自分のことだからえっ,って顔上げた時にあに大きい曲200人ぐらい入る回答だから で段が高いからね、かっこいいんですよ、荒井先生こういうふうに説教するこうやって、ね、こうてこうやって、こうやって、この指がね、ちょうど自分にまっすぐ見えた、何にも見えてると思うんですけど、本当に見えた、まるで自分に指さしてみて、びっくりして、えっと思ったら、その後にこう言ったんですね、川桶ご覧なさいって、あなたの前をイエス・キリストが、もっと大きな裏切りにあって歩いているって言ったんですよ、その瞬間ね、ドーってね、 わけのわからないああの力ががーっとそがれてきてこ,、まあ、この中にあったもう憎しみの塊ね彼女が言うにはそれがねスーっと、まあ、彼女の言ったとおりですよ縁日の八目をなめたときのようにスーッと消えたんですって消えただけじゃなくてその女の子に早く会いたいと思ったんです早く会って抱きしめてあげたいって女の子だからね抱きしめてあげたいと思った憎しみじゃなくてその子にいとさん生まれたんで一番大体自分なんですよ 何が起こったんだって。え何が起こったんだってえってびっくりしたんですね。で、これはね、彼女は努力して頑張ってやったんじゃないんです。許したんじゃないんです。愛したんじゃないんです。神の恵みが、神の言葉が飛び込んできて、その恵みが彼女が入った憎しみを溶かして、まあ、ハッカメのようにそれを溶かしてなくしたわけじゃなくて、逆に精霊の愛が救われてきて、その彼女に対して憎しみと怒りが、愛おしさに変わったんですね。その時に彼女 これは何かあるこんなことは初めてだってこれはとの神様だ何かあると思って求め真剣になったこれは何かあったこれ恵みなんですよ自分で変えたわけじゃないんですよね自分で何とかしようと思ったわけじゃないんですよね求めたとき神はなさったんですでね恵みの世界があるんですイエス・ケイストを信じるってことはこの恵みの中に生きるってことなんですよイエス・ケイストはもう十字架で立法を全うして 恵みと誠を実現してくださったんです私たちはそれを信じて受け取るのです受け取ると私たちの中に奇跡が始まる自分でできなかったことを神がなしてくださるで分かりやすいのは病気が治るとか分かりやすいのは、ね、あのどうしてもやめなかった悪習慣がな,なくなるとかでも見えない世界で実はすごく葛藤しているものがあって自分でどうしようもないものを神様は変えてくださるんですよ憎しみを愛に変えたり あのな目に見えないけどね、憎しみって相当のエネルギーですよ。愛も相当のエネルギーです。これ、反するけど、神様は帰れる、でも人間、自分では帰れないですね。愛が憎しみに変わることは結構あるんですよね、人間はね。でも、憎しみに変わることはそう簡単にはできないって、簡単にできないってほとんどできないね。精霊が働くとね、変わっちゃうんですよ。恵みなんです。頑張って勝ち取るんじゃないんです。信じるものに 神が働く恵みなんですよ。で今日ねこのすごく大切なところなんで今年信じるってうことを言われたんです信じる者はキリストの行った技を行いそれよりもさわゆる大きな技を行うこれは今年の言葉なんです鍵は信じるんですでも信じるって言いながらどこかでそう信じてあの10時間くらい祈れば信じて断食を3日くらいすればふって入るんですあの3日断食することは素晴らしい祝福です 示されたりすすると恵みを受けます確かにでもそれが条件じゃないんです信じるときに神が働くんですただ信じることでだから恵みなんですで神様は力を与えてくださる変えてくださると信じるんですそんなうまい話信じられないと思うでしょうそうです世の中に行ったら信じちゃいけません危ないですでも見言葉のキリストの十字架だけは本当なんです キリストは本当に人になったんです神なのにそしてこの十字架で本当に死んで読みに下ったんです実際にしかも復活したんです今生きておられて天の右の台におられかつ私に住んでおられる聖書はそう言ってるんですでお互いそれをまともに信じてるんでしょだったらそのキリストが私を作り変えてくれるそのキリストがあの人に働いてくれるそのキリストはこれを変えてくださると頑張るんじゃなくて 信じるんです何とか私を変えなきゃって頑張るんじゃなくて神が変えてくださると信じるんです神があの人を捉えてくださると信じるんですわかりますかなんとか自分を変えなきゃって頑張るんじゃなくて私クリスチャンなんだから神様に助けてもらって変えなきゃ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 ,なきゃパチンと切れてもうだめって言って落ち込んでしばらくだったら私私はあの自分がそうだったからよくわかるんです 白馬に行ったりね、正解があるたびごとにですね、落ち込んでてね、よし、今度こそ、よし、よし、よしと言って、1週間もったらよかったんですけど、素晴らしばらく経ったら落ち込んで、分かってきた、よしと言って頑張るんじゃない、神様、本当にできない、でも、キリストがしてくださるってことを信じるんです、これはどんな小さな子どもでもできる、どんなに体が良くなった人でもできる。 大げさに言いましょうか祈る力を失った人でもできる信じることは私はいつも話すでしょハドソン・テイラーの話私は大好きな話いつも話すハドソン・テイラーはね中国あさっきあの人となっ,たってた話をしたけどハドソン・テイラーはね中国人になったんですあのたくさん中国に選挙者が行ったのはイギリスからほとんどの人たちはねイギリス人の格好をしてねそしてねイギリス人の生活をしてたハドソン・テイラーだけはね髪の毛をね当時の中国人の髪型に変えて も全部イギリスの服を着てチョーグジの服を着てチョーグジのような家に住んだのそしたらミッションがねイギリスのミッションが起こったんですで援助を切ったねでも彼は辞めなかったやっぱりそうしようとでフィアンセンもいたけどフィアンセンもね上海にはこういう家ありますかとか言ってね彼はそこに住まなかったチョーグジと一緒になかったから,だからね、あの私はついていけませんって断、ね、るのとはねジョージ・ミューラーがね何も2回しか会ったことないジョージ・ミューラーがね 神にに示されてて彼にね献金してくるんですよすごいでしょ、これ歴史ですよね、信仰の歴史、やっぱこれすごいですね、日もうも話しませんけど、感動しますよ、そしてですね、奥地に入ったら、絶対いないはずのイギリス人のね、方がいてね、その方が奥さんになるんですよ、中国のことを知ってる奥さんがね、その話、そしてやっていったとき、年を取るんですいっぱい人が救われて、本当に人が救われた中国人がたくさん救われて、いっぱい弟子というか、キリストの弟子ですけど、できるわけです。 で彼はもう本当に年を取って何もできなくなって寝た、ね、きりなんですその時中国で革命が起こってで暴動が起こる、でその時きにああだわついてると、まあまあ、弟子たちが一生懸命やってるんでね、波動さんが呼ぶんですよ、何が起こったんだ教えてくれって言って、そしたら弟子の一人が、いや、先生ってね、もう先生、休んでくださったらいいから、私たち全部やりますから心配しないで休んでくださいって言うんですよ、その時き波動さんがこう言ったんですよ、いや、教えてほしいって。 いや先生そんなこと言わんないで大丈夫です、ね、あの心配しなくていいからっていや教えてくれって私は教えてもらったことで何もできないし祈ることさえできないぐらい弱くなってるってでも私は信じることはできるんだだから教えてくれって言ったんですよ私すっごく好きなんですよこれね実はねえりこさんのお母さんがね洗礼を受ける時ね神に祈ったらこれを話せって言われたの江里さんのお母さんね寝たままだったんです 早く死にたたいって言ったんですあの人ね、えりこさんのお母さんってね、も、えっともと昔の教師でそあの、傷んでる子をほっとけなくて、あのハンディキャップを持ったこの先生になるためにわざわざ勉強して、その資格まで前取ってで、別の宗教の長崎の代表の先生で、数百年前に講演するような多宗教のリーダーだった人で,でも本当に悔い改めて救われたでも今度、弱くなってね、娘の介護を受けなきゃいけなくて、自分は何もできないんですよ。さんな人に与えてきたでしょ。 なでで自分はできないでしょただひたすら受けるだけでしょ。でね、いろいろやってきた人はね、自分がね、何もできなくてね、ただ受けるだけだとね、つらいんですこれ分かってあげてください。今で一生なこと与えてきたらね、自分が何もできなくて、ただ受けるだけってのは本当につらいんですよ。だからね、もう生きててもね、何にも私は役に立たない、ただひたすらやってもらうだけだと、早く死にたい、早く死にたいっていつも言ってたんですよ。ほいでね、洗礼を受ける時にね、洗礼授ける時にね、神に祈ったら示されたんですよ。このハトセンテの話をしようと。で、言ったの、ハトセンテアラはね。 信じることでできっって言ったんですよ「お母さんこのベッドの上で、ねまあ、私はその時エリコ様とお嬢様と言いました、ね、お嬢様のために祈る信じることができる」って、まあ、かあ関東の関東のね横浜のかな息子さんからその家族のために信じることができるって隣の部屋にお父さんのために信じることができるんですよってこう言ったら、ね、寝てたのにねガバッと起き上がってねそう信じることはできるって言って私の目を見てね私の手を握りしめたの本当にそしてその後ね椅子にこうベッドにこう座ってねそこからですね 30分間以上私に話してくれた <laughs> で私が帰った後も1時間ぐらい話してくれてそれから死にたいと言わなくなった信じることができるんです信じる人を通して神は奇跡をなさるんです信じる人のうちに神が技をしてくださるんですあなたがどんなに頑張っても一生懸命やっても神に倒っているのになかなかできないあの人ができたのに私は何でだって自分を責めている人やめましょうはっきり言います あなたも私もできません。罪人なの。どうしようもない罪人なの。そこそこの罪人ではありません。どうしようもない罪人なの。立法なんて全うできないの。ちょっとできたからってその気にならないで、神の立法はもっと深く完全なもの、できません。でも、キリストがおられる。30%自分頑張って70%助けてもらう。あ、はい。30%頑張って70%を助けてもらうんではなくて、 100%神にしていただきましょう。恵みによって生きるんです。その人はできたとき誇りません。やったとなんて言いません。ああ、神様ありがとうございます。神様感謝します。あなたが全てですって言います。その証は本当に傷んでる人、本当に苦しんでる人、その人には希望になる。死が助けたいのは、表はどんなに償ってても傷んでる人、やっぱりいるんです。 どんなに持っていても実はすごく傷んでいる人もいっぱいいるんです。自分でどうしても越えない壁を持っている人は山ほどいるんです。もう十分頑張っているんです、その人たちは。特に日本人って頑張るからね。十分頑張っているんです。でもどうしようもないことってあるんです。でも、恵みはそれを越えてしまうんです。イエス様がいるから。この恵みが人々を救うんです。恵みが人々を助けるんです。で私は恵みを持っていかされた時に 人を裁くなるし自分を責めなくなるそして言えるようになる大丈夫って大丈夫って大丈夫ってさっき言いましたけど、だいね昔は息子さんの一番ばんのこと言ねいやあいつまだね,ね分かってないですよねでも必ずね本気になって帰ってもいけたらそしたらね神様大変でするからそしたら大丈夫 <laughs> なんかね安心しきってんのねで本当に神に触れられて変わりました。ね、あのそうなんです 恵恵みみが人をを変えるのです恵み奇跡を行うんですす奇跡つまりキリストがそれをなしてくださいそれをどうぞ皆さん覚えてくださいだから自分を責めなくていいし人を裁かなくていいキリストに期待しましょうこの方がしてくださいこの方に素直に祈りましょう神様あなたが成してくださいって神様この頃を作り変えてくださいって神様やってくださいって誰かに対しても主はあなたが働いてくださいってただ恵みによってって この恵みの神に恵みのイエスサにの待するならば不可能なんて何一つありません。それはね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします、天のお父様。御言葉をありがとうございます。あなたは立法を全うされて、すべてを完了して十字架にかかり、私の罪をすべてあがるのうと同時に、立法を全うされて十字架にかかり、読みに下り、復活されました。私はあなたを信じており、そしてそのイエスサーおうちにおられることをありがとうございます。 私たちはいろんなことを精いっぱいやってるんですがうまくいかないことできないこともありますどうか今本当にあなたの前にできないことを認めて主の恵みにすがりあなたにしていことができるように私の違いに私を通して人々にあなたがなしてくださることを信じてその神の働きに預かることができるようにどうでも注意くださることをお願いいたしますあなたは恵みの神信じるならなしてくださる神です そのことを一人一人に開いてくださいどんなにあなたが恵みの神かを体験させてくださいそしてその恵みの中に私たちを生かしてくださいお祈りをしたいと思います、えー、まず悔や頭しましょう主はその時「恵ぐみを」て答えてくださいます主は言われました何をしてほしいのですか 今具体的に大胆に主に向かって祈りましょう目には見えなくてもここにキリストは今おられますそして一人一人の願いを聞きまた一人一人の体に触れ病気を癒し問題に対する解決を与えます私も祈りますので心を合わせて祈りましょう二人三人が心を一つにして祈るとどんなことでも答えると書いてありますのでこの人様に期待して祈りましょう天皇と様今一人一人があなたの前に持ち出すこの願い求めに答えてくださり 手を置いて癒しを行い、奇跡を行ってください。またこの問題に出す解決と勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名前で、心と体を完全に治れ。膝、肘、関節に触れてください。関節の痛みを完全に癒されよ。脳梗塞の後遺症を完全に治れ。膝と腰に触れてください。 この膝と腰をか触れてください、完全にやしてください。喉と胸にある圧迫と癌イエスとなって命ずる、消えてなくなる。イエスとなって命ずる、体にある癌細胞のすべてに命ずる、精にのって焼き尽くされ、消えてなくなる。キリストスとなって命ずる、癌よ、消えてなくなる。胸にある圧迫、イエスとなって命ずる、その人の胸の力、完全に立て行け。 ありがとうございます私はあなたの前に新しい扉を開きます。信じなさい。そしてあなたはそこに踏み出しなさい。今までの人生の中で最も充実したというか祝福された時を過ごします。簡単ではないんです。責任もあり、また問題もあるんですが、でもそれが逆にすごく大きな力となり、神を体験する機会となるでしょう。 あなたは私のいたの恵みのいたのの時に次々に許される問題や困難が神の手によって勝利していくのを見て驚くだろう。それが人々への地上に大きな証になるとしやれます。やめようと思っている方がいます。やめちゃいけません。私があなたを私により頼むとき、そしてあなたは私の恵みのいたるむとき、あなたは驚くような奇跡を目の前でこれから見る。 今、体験したことのない神の技を見ていくとしようございます。人は変わらないと思っているものに神は言われます。私が手を伸ばすとき人は変わります。それをこれからあなたに見せていこう。私に求め祈りなさい。そして私を信じなさい。私はそれを成すとしようごます。人一,一人の体に触れてください。痛みをとってください。今痛んでいる場所に触れて完全に癒してください。よし、さんなによって、よし、されよ。感謝します。 ありがとうございます。エストのお名前によっ与えるいたします。アメン。えっと今どっか手を置いて祈った人いますかね。あの痛かったり問題があった人いますかね。大丈夫ですかね。その人チェックしてみてください。あのいろんなところで今昨日この前も昨日もいつかでねやっぱり一人癒やされたんですけども期待してくださいね。で手を置いて祈った時にね祈りった後にねあなってないなと思う人はね期待していないんです。あれなんでらほらんだおかしいなって思うと期待してるんです。 ります治って当たり前と思ってください。イエス様がいるから。私が祈ろうと、パウロックさ祈ろうと、ここでジョイ牧さが祈ろうと、私の妻が純子さんが祈ろうと、関係ありません。キリストがおられて、キリストが触れ合うので、そのキリストが触れてくださったら、治るに決まってるんですね。だからね、あれ、なぜならないんだろうっていうふうに思ってほしいんです。本当に期待してほしいんです。その時に死の技がね、起こってきます。今日、神様にね、踏み込んで言えって言われたんですよ。信仰を通して神は働くから、 信仰いいてくださいきっと治るぞって期待して、ね、神様を働いてくださからね本当に師匠は、ね、それを、ね、覚えてくださいで今治らなくても帰りの時になるかもしれない明日の朝起きたら治ってるかもしれないから本当にあちこちでそれが起こってるからねいろんなところで起こってますからあの今日もう一つビデオ見ようかと思ったんですけど長う長くやめたんですけどそれは、えー、南君の初子ちゃんが第7レハの時に頭があんまり痛くてこう手を置いたら本当に治ってしまってびっくりしたんですって本当に治ったって、ね、もう驚いたって騒がそういう証しがあるんですけど。 本当に神様が起こすんですね。あのインターネットを見ててもね、そういうことが起こってきているので、主がなさることをね期待してほしいと思います。はい、じゃあお立ちお立ちください。ハレでお参りします。ハレ。 こういくば主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち一人とともに一同とともに今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますようにアメンどうぞお世話くださいそれではお知らせお願い